いつも自分に厳しく努力を続けていましたね。いつもクラスで一番でした。なぜか彼の鶴の一声でみんながまとまるんです。頭はずば抜けてよかったし、学者か政治家にでもなるかと思ったが、君みたいな人は勝者に来るべきだよ。知的でロマンチック、半数以上の人間が悪霊の影響を受けているというのか。彼らが悪霊から身を守ることはできないのか。私は一体どのような使命を持っているのか。ブッポールフによる一切の衆生救済です。もう一度申請したい。生まれ変わりたい。私はみんなを幸せにするために。我は悪魔を粉砕し、ここに悟りを打ち立てる者なり。